8日に,です、ね8日にえー、と高市早苗総務大臣が、えーね、NHK に対して、ね、NHK の実施基準案に対する総務省の基本的な考え方を示し受信料の在り方や業務見直しの検討を要請したことを明らかにした。 ネット活用業務を含む NHK の業務全体を肥大化させないことが求められるとの会議権を述べたっていう話なんですけどもえと高橋さんってえとまああの皆さんご存知のようにあのすごい左じゃなくて右で <laughs> 右です右です右す右の方であのまあ靖国にもあのいつも参拝されてますよね。僕実はあの なんだ橋本,橋本総理がまだご存命の時に、まあ、総理時代の時にあの、えー、と自民党会館にちょっと取材で行ったことがあるんですけどもその時にあのな,なんか勉強会なんかねそれも NHK に関する勉強会だったような気がするんですけども、まあ、高市さんも出て出てらっしゃいましたね。でまああの元々えー、と 女性閣僚の中では僕的にはあのかなり信用をしている方なんですけどもまあ,あの高橋さんがそういうことを述べられたっていうのは大変いいことじゃないかなとかって僕は思うんですけどもまあそもそもね NHK って まあ、国営放送なんですよね実はだってあの予算はあの国会で承認されるしあの、ね、皆さんから市長料としてお金取ってますけども実際は半分税金入ってますしねそれとは別にであの <laughs> そ,れそ,それで国営放送ではない公共放送だってあの言い張るんですよ彼らはおまけにですね今実はす,すごい問題あの NHK ぶっ壊すのは N 国党の,あの田島さんがいつもあのおっしゃってるんですけどもあのすごい問題なのは、えー、とスポンサーとしてですねあのやっぱり企業からお金まあ何らかの形でお金取ってるんですよね。僕はねそれずっと前からねすごいあの気になってたんですよ。あの絶対そうううだろうなっていう ふうに思ってたんですよね。というのは僕のねあの子頃あの頃はあの、まあ、あの伝説の歌手の山口百恵さんですよね山口百恵さんが「あのプレイバックパート2」を歌った時にあのポルシェをくるまって歌わなければいけなかったって有名な「紅白歌合戦の」あのシーンがあるんですけども。 その当時はもう絶対ですね企業名は出しちゃいかんっていう風になってたんですけど今あのドラマでも平気で企業名出しますよね。でなおかつあのー、朝ドラですよね朝ドラなんかは非常にあのー、企業名が出てどう見ても あのねこの前もあの何でしたっけあのラーメンのやつあ,あ,あ,ありましたよねラーメンあったし日価のウイスキーもあったしああいうのってどう見ても企業からお金出てるだろうってあんなにねあのそれけなすんだったらいいですけどそれをねまあ事業を立ち上げてそのねあの 日本国の一流企業に育ってて皆さんを平和にラーメンなんかね皆さん必ずた日清のラーメンなんか皆さん必ずあの、ね、1年に何度も食べるわけですからねそう,そういうところを思いっきりあの宣,伝宣伝しておきながら宣伝していないっていう言い張るのがおかしいだけでまあ僕なんかはもうあのなんだろう 袖の下っていうか、ど、どっかでなんか、あの、お金もらってるんだろうなとは思ってたんですけど、なんか、立花さんなんかは、あの、今 NHK が非常に子会社でやって、まあ、本当にね、外に出したらすごい多いんですよ。なんです、今ね、あの、 テレビがそのあの一般企業が広告費出さないっていう時代に、まあ、あとネットも増えましたからねネットの方に行く分やっぱりテレビの方の広告費って下がるわけですからあのそれにもかかわらず NHK はあの子会社にどんどん出しててですね実際あの子会社僕も知ってますけどギャラはね割りかし高いんですよあの民放に比べて。ななんでだろううととかって思うと別に、ねあの 視聴率もそんなにいいわけでもなないのになんでだろうなと思,う思ってるとやっぱりなんかそういう子会社とかに、えー、とお金を出してるんじゃないかっていう立川さんがあのおっしゃってたんですけどああなるほどなとかって僕なんかは思ってるわけなんですけどもあの僕なんかはねあの NHK はあんまりあの実はあんまりいいまあねいいよく思ってなくて、まあ、NHK の人たちってすごいあのなんて差別的なんですよね。あの左の報道をする割にはすごい差別的であの我々こう外部の人間をこう下に見てるっていうかそういうところがあってまあすごい好きじゃないんですけどもあの僕なんかはね あのー、橘さんた側は NHK にいてどうも聞いてると NHK に愛があるんですよねあの人は愛,愛があって、あのー、全然 NHK を、あのー、スクランブルかけて、あのー、立ち直らせようっていうふうに言ってるのかまあその目的自体はよく分かんないんですけどまああの人なんか NHK 好きですよどう見ても。 僕なんかは NHK はもうあの、ま、昔の,あの小泉総理と一緒であのぶ本当にぶっ壊した方がいいと思ってる人間なんで NHK はねあの分,解分割民営化した方が僕は絶対いいと思うんですよね。 これ、な,なぜそん、そういう話をするかというと、アメリカなんかは実は三大ネットワークありますよね。ABC、NBC、CBS かな。あるんですけども、えっと、実はね、アメリカってね、公共放送ないと多分、あの、皆さん思ってると思うんです。あるんですよ。あの、PBS だからな、なんかちょっと名前忘れましたけども、あるんです。で、本当にね、超地味なんですよ。超地味で、 えとまあね昔の教育テレビによりも地味なあの放送局って言った方がいいのかななんかそんな感じなんですよね。やっぱり教育的な番組とかあと、あのー、古いドラ,ドラマとかね僕そこでツインピックスアメリカで3回目のツインピックスみたいな多分そ,そこの。 放送局だと思うううんんでですすけどもあのそういうのもそいのやるんですよだから本当に昔のね NHK ってあの名作劇場とかってあの月に1回だけあったんですけどもそれもやっぱり教育テレビでやったんですよね非常にあの古いあの映画の名作の映画をですね「あの第三の男」とかね、えー、とそういうのやったの見ましたね見た記憶がありますね。あの そうですねベルイマの秋のそなたとかね、うん。だからそういう,そう,いう <laughs> ふうにあのねあのよ,よく皆さん言うのはそのいや国会中継とかああいうものだけに訳あったエ,エンターテインメントは別に、ね、NHK 好きな人ってそういうふうに人多いんですよね。あのねうん ドラマと、ね、エンターテあの歌番組とかねあんなのはもういらないよっていう風にすごい言う人がお多いんですけどもまあ僕なんかはねあのドラマしか見ない NHK の報道番組ってほとんどあの信用してないんで嘘ばっかりついてるんであまあ海外の、ね、ドキュメンタリーはそんなことはないんですけども、あのー、非常に NHK 特集とかも今なんかすごい怪しげですよね。 あのなんであの僕なんかは全然あのそういう人間本当にドラマしか見ないしもうい今もう本当に見るのは大河ドラマたまに見るぐらいかなみたいな感じですあとは一切見ないですけどねまああのスポーツやったら見えますけどねスポーツは見ますけど国際大会とか見ますけどねだから分けた方がいいっていう人がおし いいいい人ががてまさにそううした方がいいと思うんですよねだから NHK がだあのね僕なんかはあの日本でこうエミー賞とかねゴールデングローブ賞とかやった方がいいと思ってる人間なんですよ。というのはあの日本の,そのアカデミー賞あの映画の方のアカデミー賞だってあれ,あれ日テレがね 最初にまあ水野晴夫さんがあのやりたいって言ってやりだしたんですけどもだからねすごいあの必ず賞はあの日テレで,でやるじゃないですか授賞式はねだからすごい偏ってんですよまあただね会員も随分増えて、まあ、そうでもないような部分もあるけどやっぱり偏ってる部分がある,あるんですけどもあのアメリカの場合のは三大ネットワーク持ち回りですからね あの必ず次の年は別の局でやるんですよ。で、あの今はどうなんだろう。コダックなんとかセンターっていうので、僕の時はね二会場あって2会場こう持ち回りでやってたんですよね。そういう風にちゃんとこうバランス取ってやるんですよ。だからあの信用できるんですけども、あの。 NHK 解体してもう全部地上波民放にしてでエミュー賞みたいなのを作って局持ち回りにしてねキー局持ち回りにしてそれでやればねあのまあ要するにあの視聴率稼げなくてもあの優れたえとドラマとかドキュメンタリーとかそういう作品に対してあの賞を与えるとですねあの一般の人も見るようになるんですよ。 これはねあの僕はね僕アメリカにに年間住んででましたけど本当にそうですやっぱりね視聴率いまいちなんだけどエミュー賞とか作品賞とかドラマとか撮るとですねやっぱり視聴率が上がるしやっぱりその視聴率以外ですよね、あのー、スポンサーがつくんであの有力なスポンサーがやっぱりついてくれるんであのー 長く続けられるんですよあの。アメリカってドラマ長いじゃないですか。あの日本みたいにねあの、10回でなんか、10回なんか少なすぎますよね。何もできない。まあ多分ねあの、僕の友達もあのドラマやってる人間いますけども、まあ彼は刑事ドラマしかやんないんでね、いいかもしれないですけども、ね、続きドラマやる人なんか何もできないですよね。正直言って、あの10回しかないんだって、何もできないんで。あの 本当にねあのそういうふうに NHK はあの解体した方がいいと思いますね。あのもうこ実はね三者五十姉といっていろんなね千倍公社とか国鉄とかもそうで,そうですけど全部あの分割民営化したんですよ。で唯一実はあの公共 のもので残ってるっていうもの、NHK だけ残ってるんですよね。実は民営化されてないっていう。実際、事実上はあの民営化じゃないっていうね。だから NHK はあの最後の民営化をするべきですよ。あと、まあね、あの NHK にあの次の話にもなりますけども、あの、いっぱいね、あの怪しい人たちが潜り込んでるんで、すごい左に寄ってるんですよね。で、まあ、安倍政権としてはね、あの。 やっぱり彼はまあ右の人間なんでそれはちょっと左すぎるだろうっていうふうに思ってるんで多分高橋さんなんかもう急先鋒ですよねそういう人のだからあの今回そういう要請が出たと思うんですけど僕はあのこれ足がかりにしてやっぱり民営化させるべきだと思います。す。以上でではい、カットです。